こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は国語教科書多数決を疑うの解説をやっていきたいと思います。みんな学校で物事を決めるとき、よく多数決が使われていないだろうか。これは学校だけじゃない、選挙のとき投票なんかも多数決によって決められているよね。で、このやり方に疑問を持つ人は少ない。このやり方こそが民主制だ。民主主義にのっとった正しいやり方だ。みんなこういうふうに思っているから。でもね、実は多数決にも欠点はあるし、多数決以外にも民主制を守っていくというやり方だってもう考え出されているの。私たちは社会を作り上げていくときに、今あるものを疑って新しい良い仕組みを作り上げていく。こういうこともしっかりと考えていかなければならない。そんなことがわかる文章です。一緒に見ていきましょう。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが出てきます。その中には他の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。みんな自分で物事を決めるのと誰かに物事を決められるのとどっちがいいかな。こう聞くと、そんなの自分で決めたいに決まってる、こういうふうに言えるかもしれないけど、でもね、自分で自由に決定すると言ったって、その決定というのはたくさんある選択肢の中から一つに絞り込むっていうことでしょ。そうすると最初はたくさんあったはずの選択肢は一つを残して全て排除されることとなってしまう。つまり決定した後は自分が決めたその一つの道を進むしかない。そういうふうに一つに絞られる拘束的な状況が現れるの。つまり自由に何かを決定すること、自由の一つの特徴として拘束するものと拘束されるものが一致しているということができる。だってそうだよね、自分で自由に決めた、こういうふうに思っていても決めた後はその道を進まなければならなくなる。となると自分は自分の決定に縛られているということもできるよね。それでもやっぱりみんな自由に決めたい、こういうふうに思うかな。ただ現在のデモクラシー、民主制っていうのもこういうふうに自分たちで自由に物事を決めていくということが前提となっている。ただこの場合、決定主体は自分という個人ではなく自分たちになるということが違う。で、これ一人でいろいろ決定するのにだっていろんな問題点が出てくるのに、人間一人一人の意見が違う中でその多数の意思を一つに集約させる、まとめ上げてその決定にみんなが従うっていうのは非常に難しいことだと言わざるを得ない。まあだからって一人の独裁者が何でもかんでも決めてしまうという独裁性はみんなは嫌だっていうね。だから現在は民主主義、民主制が非常に大切な価値観として扱われているんだけど、じゃあ実際にどうやってそんだけ大勢の人の意見を一つにまとめるのかというと、多数決といったやり方が取られることが多い。で、今回はこの多数決についてちょっと考えていきたいんだけど、物事は何でもかんでも多数決というやり方を取りさえすればうまくいくのかというと、そんなことはない。例えばね、まともな情報がない中でたくさんの人が集まって一つの物事を決定したとしても、それはちゃんとした決定になるわけもないし、一人一人が真面目に考えずにふざけたことを言い合ってたとしても、きっとまともな決定なんてできないだろう。つまりね、多数決の前提として政府は情報を公開すること、みんなが正しい情報を受け取っているということが前提となるし、それについてしっかりとみんなが考えられるようにいろんな意見を言い合うこと、そこで意見を言うことが制限されないという表現の自由も大切になってくるし、みんながそれに対してしっかりと考える、熟慮するといったことも大切となってくる。だからみんなは自分でしっかりと物事を考えられるようになるために学校でいろんなことを勉強しているんだよね。でもね、じゃあそういった条件が全て揃っていたら、多数決によって多くの人の意見をうまく一つにまとめ上げることができるのかというと、実はそうではないというの。ここで2000年に行われたアメリカ大統領選挙について見ていってみよう。その時実は民主党の候補であるゴアが共和党の候補であるブッシュにもともとは勝っていたの。これは世論調査なんかでそういうことが言われていたんだけど、ところがね、この選挙の途中でゴアと主張がよく似ている候補が出てきてしまった。で、こういった状況の中でゴアの支持層が一部途中で出てきた候補の方に流れてしまったんだね。で、その途中で出てきた候補っていうのはブッシュとは考え方が違ったから、
ブッシュの支持層からはその候補には票がほとんど流れなかった。よって最終的にブッシュが勝利することとなった。ブッシュが漁夫の利を得ることができたっていうわけ。そう、実は多数決っていうのは票の割に非常に弱い。ゴアの意見に賛成する人が多かったとしても、候補者の状況により多数派の意見が通るとは限らないんだね。かといって多数決が少数派の意見を汲み取ることがうまいかといったらそうではない。となると多数決というのは多数派に有利に働くとは限らず、また少数派の意見も排除されてしまうといった方式だということができるわけ。これはまずいということで、いろんな人の意見を一つにまとめ上げるためにはどういうやり方がいいのか、それについて科学的な分析が行われた。そして数学的にもいろいろ計算されて、実は多数決以外にいろんな方式が今は考え出されているんだね。実はこういったやり方は政治的なことだけではなくて、建築なんかでも使われている。例えばね、地震に強い建物を建てたい。それってもともとは数値化できない感覚だよね。でもね、そこに耐震性という客観的な基準を持ち込むことによって、今後新しく建物を建てるときはこの基準を超えるように作ってくださいとか、今ある建物も補強してこれ以上の基準にしてください、そういうことを数字で表すことができるようになったので、こういったことは経済界のいろんなところに広まっていってるんだけど、投票とか政治の場においてはまだまだこの考え方が取り入れられていない。実はね、多数決の代替案としてボルダルールというものがある。これは1位に3点、2位に2点、3位に1点というふうに順位に等差のポイントをつけて、それぞれの人物とか政策に加点していくというやり方。こうすると票の割れ問題が起きにくくなるんだね。実はね、現代の多数決のやり方では、有権者は投票用紙に自分が一番目にいいなと思う人とか政党の名前を書くことができるだけ。だからね、極端な話、こういったことが起きてしまう。ある候補はみんなから1番か2番目にいいなと思われている。でもある候補はある人から熱烈な支持は受けているんだけど、その他大勢の人からは全く支持されていない。こういう政治家がいた場合、この2人は1位の得票数だけで争うことになるので、わずかにこちらの候補が一番いいと思う人の数がこちらの候補よりも上回っていたら、こちらの候補は当選することとなってしまう。つまり多数決の選挙で勝つためには、一人一人の考え方に配慮したことを言うよりも、一定数の有権者から一番いいと思われる方が当選しやすいということになってしまう。だから結果として選挙が人々の利害の対立を煽るといったような、そういった側面が出てきたり、社会の分断を招く、そういったことが起こってしまうわけ。誰からも結構いいなというふうに思われるよりも、一部の人から絶対にこの人がいいと思われる方が選挙が有利に進むことが多いからね。で、その人が他の人からいくら嫌われていようが選挙には全く影響しないっていうわけで、これっていうのは多数決というシステムが悪いんじゃないですか。こういうふうに筆者は言っているの。なんで政治家が人々の対立を煽るようなことを言うのか、選挙により社会が分断されてしまうのか、それは政治家が悪いのでもなく有権者が悪いのでもない、現在の多数決が悪いんじゃないだろうか、そして民主制を推し進めていくのはこの多数決しかない、そういうふうに多数決を自明視する固定観念が一人一人のみんなにあるから、こういった問題が今起きているのではないだろうか。で、もしこういうふうに多数決というやり方を取るにしても、それに対して家電製品のような説明書きがいる。今言ったような多数決の問題ってみんなは最初から知っていただろうか。それを知らないままにこの社会で多数決が行われていっている、これは問題だし、実は多数決以外にもボルタルールのようなものがあるんだから、それに対してもみんなは知っていかなければならない。なんといっても社会制度というのは人間が作るものなんだから、情念とか感情に任せていろんなものを決定していくのではなく、理性を優先させて社会システムというのを形作っていかなければならないはずなんだね。私たちは自由に自分で決定したい、こういうふうに思うならば、それが可能となるような社会制度をしっかりと形作っていかなければならないんだね。どうですか、今回の授業分かりましたか。正しいと思っていた多数決を疑うことによって、実はそこにはいろんな欠点が隠されており、そして社会では代替案がすでにあるということも分かったと思います。私たちはそういったことをしっかりと学ぶことによって自らの意思決定を進めていく、それが私たちが自由に決定するということにつながっていくのではないでしょうか。
それでは今回の授業をこれで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。